そうそう、実際ね、教祖が言ってあるギャグやから、ご自身でね。だからみんなにもご紹介しないといけないと思いますが、まあ、うちはそうかちゃうけどね。見せてもらったことがね、潜入ちゃうで、創価学会に入ってあったのかな？帝先生とか、周先生とか、まあまあ、大阪のね、華僑系の先生、まあ、有名人ですよ、どっちもね。で、その二人に連れられて、一度見ておいた方がいいからって、絶対勉強になるからって。まあ、見聞だよと、工学のために言って。で、創価学会のなんか、勉強、で、ホールでの勉強会？池田大作先生の。もうギャグ満載でな、ほんまもろかったで。マジで。あんなにおばちゃんらがコロッと舞いるねん、実は。で、その池田先生の言ってあったギャグ、面白いのを二つ思い出して。一個は、どうや、沢海くんか。どうや、沢海くんか。どうや、沢海。創価学会に対抗して、沢会でも行くんか、喫茶店でも行ってくるんかって、おばちゃんの学会に飛ばすギャグやな。どうや沢会、どうや沢会。もう一個が、おう、創価が吠えとんな、やっぱり獣やってんのまら。まあ、教祖ご本人がおっしゃってるから な、面白い人やろ、池田先生ってな。で、池田先生のも個人的なファン多いで、他の宗派、他の宗教からもな。そんなもんですよ。